とベルサイユは、僕と日崎でずっと公園で夢物語を話して、そしてそれをそうだな1ヶ月2ヶ月かなり長い間活動しております。今回ビジュアル系 DVD マガジンボリューム3に私も出演させていただきますので、はい、アリスナイのトラなんですけども、まあ2009年の方向を聞かれたんで、まあもう言っときますけども、まあ基本的にはね毎年変わらないですよ、抱負なんてもの。こんなね毎年抱負聞くなんてね、嫌がらせだよな。ちょっとスタークラシックメイプルの、ツーバス22インチのツーバスのセットです。タムが3つ、フロアタムは1個、スネアは、スチールのスパルタンを。ベルサイユは結成当時から、ヨーロッパだけでなくアメリカ、そしてまだ行ってないですがアジア、日本以外の世界中の国での行ければいいなと思ってますね。まああれですよ、何があっても挫折しない心みたいなものは、僕は持って生きてるんで、まあ今年だけじゃなくね、もうすでに来年も頑張っていこうと思ってるんですよ僕は。いつもそういうなんか痒いところに手が届くなんかパーツがいっぱい勢ぞろいっていう感じですね。で表をゆるゆるのローピッチにしてまして、アタックを効かせている感じにしています。